中村栄一は、有機科学者、東京大学特別教授、東京大学名誉教授、東京生まれ、亜鉛、鉄、銅など、主樹の金属元素を用いる反応を開発。また、銅触媒によるフラーレンへの五重負荷反応を、足がかりに、新規液晶材料や二重膜ベシクルを創出するなど、フラーレン科学の研究を、次々と発表している。2007年には、 カーボンナノチューブ内に化合物を閉じ込め、電子顕微鏡によって一分子の動きを観察することに成功した。2021年には、食への結晶が組み上がる様子を世界で初めて原子レベルの動画として撮影、記録した成果を発表した。ビエング・ハイアン、キム・博士・エール・ラ・ミグル・博士のポン・ルアン・シッペイ・ピチャット博・ SC 博士、S ・シー・シン・博士・ S ・ジーリー・ 伊坂正彦博士、伊藤義光博士、伊藤誠子博士、頼光秀樹博士、磯部博之博士、遠藤常平博士、吉海直彦博士、金井塚勝彦博士、原健治博士、野博士佐藤宗田博士、山後茂博士、山中正弘博士、主赤月割博士、小島徹夫博士、松本有政博士に咲く博士昭和、部博士、 森誠治博士総正名博士、中西和義博士、中村正春博士、佐田弘治業田原美徳二博士、藤田武志博士徳山恵里博士、畠山拓治博士李宝林博士国心、洋一郎博士、沢村正也博士県英語博士、ロリオン・リーズ博士ニックレスセレン博士、原野浩二博士、朱守日博士、松尾豊博士、麻子装備博士、 中村ゆう博士、陳愛善博士、辻隼人博士、藤野智子博士、古川俊介博士、お祖父博士、各雲流博士、李、少女博士なお、栄博士。ありがとうございます。